りました。内田博之の内田ラジオ。今回はですね、後輩の秀樹くんとペヤング早食い対決をしましょうという企画で、この後撮影があるんですけども、実はこれ、ドッキリです。私が食べるのはこちらなんですけれども、秀樹くんが食べるのはこの僕劇からタンタンです。これをね、用意して、さっと渡して、もうその瞬間から食べ始める。おそらくね、気づかれずにいけると思うんで、そのリアクションをね、ご覧ください。それでは、どうぞ。え、あれでしょ、忖度なしでしょ。もちろん忖度なしでいいんでしょ。忖度もなし、誤託もなしですなるほどね、お前じゃん。二人どっちもって言ってたか。では、30秒だったんでいきます。さあ、始まりました内田博之の内田ラジオ。今回はですね、ゲストに後輩の秀樹くんが来ております。はい、よろしくお願いします。そしてですね、今回やりたい企画はですね、はいはい、ペヤング超早食い企画ということでして、ね、まあ、ガチの早食いですねこれ、はい、そうだな、1分は切りたいですね、確実に。1分はそうですね、まあ、正直その世界最速とかちょっとまだ調べてないんで分かんないですけどこの前私、極激辛のタンタン食べた時、はい、1分42秒とかそのぐらいだったんで、はい、辛さ抜きにしたら、まあ、多分1分は切れるだろう。それは早いと思う。なるほど、はい、まあ、なんならもう45秒、30秒とか、はい、そのぐらい狙ってね、ちょっと食べていきたいなと思うんで、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いいんですか、そんなもういきなりの。いやもうね、まあ食い始めたら一瞬ですから。全然お腹減ってないけど。減ってないよ、本当に。マジか、そんなわけにいかない。久しぶりに食うな、1人前まともに。ああ、じゃあ早速いきます。なんか匂いすごい。さあ、それではピャング、はい、早食い対決、用意スタート。普通じゃないの。うん、辛いじゃんか。全然普通じゃない。これやられた、怖い。どうも舌の色が違うと思った。辛っ、辛っ、辛っ全然食えない。やばくないこれ。やばい、なんかチャックリ始まったし。やばすぎんだこれ全然食えなく辛いし。大丈夫ですか。ああ、やばいですね。ほら、どうですか、ペヤングの新作。全然ポカリ変わらない。どうだ、そのやられた、タンタン特有のなんかありますか、その噂っていうの。何ですか。辛っ、やばい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 、全然すまん。おかしいおかしい、俺のケツ壊す気だ。やばい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 、次の口がいけない。食えない。頑張れ秀樹。企画がおかしい。企画がちょっと辛い程度かなと思ったけど全然辛い全然辛い全然辛い。私もね、この前挑戦したんですけど、前のよりは辛くないんですよ。確かに。でも全然辛い。刻一刻と時が過ぎるのが本当悔しい。だよ、この箸の色見てください。この箸の色おかしいでしょ。ドッキリ企画。ドッキリかよ。ああ。ドッキリです。くそ、全然。計られてたわけだ。ああ、マジで進まない。マジで怖い。もういいでしょ。だいぶリアクション取れたでしょ。ね、ね、取れましたよね。いや、持ってけ。逃げ気が戻ってきました。大食いの後はきついって。どうするの、どうすりゃいいの。生きてますよ。お疲れ様でした。完食。苦戦があったなっていうのを昔で気づくわけないな。同等の売り上げを見せるか、秀樹。いけ。辛い。本当にピアングのね、極激辛ってのは本当に辛いんです。本当に辛いです。
トントン、トントントン、ラストスパートだ、ラストスパートは来たじゃあ大変さあ、それではね、秀樹が無事、極撃からタンタン無事完食したということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、初のドッキリでしたが、いかがでしたか。いや、ほんと、いろいろおかしいことが、今思い返すのいっぱい刺さります。企画の説明の時からもうちょっと、今考えればおかしいなと、いくつかありましたね。まあね、これまた折を見てね、こうやってね、ドッキリ仕掛けていきたいと思いますんで、やった勘弁してというわけで、この動画面白かったよ、秀樹頑張ったねと思ってくださる方はチャンネル登録と高評価で応援よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。お疲れ様でした。